まずは玉ねぎから切っていきたいと思います。今回はね、両端ヘタを落としてもらってからちょっと薄切りにしていきたいと思います。まあ、ちょっと食感残るぐらいにはしたいので 7,8 ミリぐらいですかね。あとはサラダ油少し引いたところで焼いていきますね。ちょっと中火で焼きながらその間に他の食材たち用意していきます。今日生姜ですね、親指ぐらいのサイズのもの細く一回千切りにしてあげたいと思います。もう皮付けのまま使ってもらっていいと思いますね。あとは調味料、お酒、みりん、あとお醤油と使っていきます。まあ、これをまず 55cc のラインまでまず作って、そこにあとお砂糖、おろし生姜、これを 70cc の線まで入れてもらう感じですね。ちょっと醤油だけ少し測りにくいんですけど、まあ、多少ずれてもね大丈夫です。あとはフライパン、玉ねぎちょっと炒まったところに豚の細切れ肉入れてもらって焼いていきます。ちょっとこんな感じで軽く焼き色が片面についたら、もう先ほどの調味料を入れていくって形ですかね。両面焼いてからだとちょっと火が通りすぎるので、片面だけ焼き色つけて、もう調味料入れて、あとはもう煮る感じで加熱をしていきたいと思います。全体火が通ったら、あと先ほどの生姜入れてもらって混ぜ合わせて、もうこれで完成って感じです。もう生姜入れたらあんまり加熱はせずに止めてもらったらいいと思います。はい、こんな感じで今日は飾り付けて完成になってますね。みりんなんかで照りも出てくれてすごい美味しくなってます。ちょっと甘いのが苦手だったらね、お砂糖なしにしてもらってもいいかなと思いますので、その辺はお好みで調整していただければと思います。それでは皆様お疲れ様でした。またお会いしましょう。バイバーイ。